シュウさん、マジですか？シュウさん、それマジで言ってます？まあオセロニアっていうかゲーム自体がまあ女性よりは男性の方がね、あの多いっていうのはありますけどね、普通に。まあそうですね、コヨミンさんと、あとは森森さんかな、多分女性の方は。森本さん、いや、イケボ配信者ってタイトル書いたら、ちょっと逆にそれ、こいつ全然イケボじゃねえやんっていうことになっちゃうんで、それちょっと高くくりすぎっすね、さすがに。ウィシーさん、チャット欄の、アイコンは女の子っぽいのが多いから、視聴者もどうなんですかね、それ。その法則合ってるんだったら、大体の方、ちょっと女の子説じゃないですか。いや、なんか変なやつ来たら、これどうしよっかな。まあ、あんまり考えないでこれでいこうかな。リオさん、マナコイン余ったんですが、全部コインにしてもあり。ありっすね。全部、いいやつ交換し終わったら。ロインさん、オセロニアは意外と女性も多い。偏見、どうなんすかね。多くはないんじゃないですか。比較的、他のゲームに比べて比較的とかだったらわかりますけど。チェイさん、S枠変えるなら誰ですか。僕の中では、エキドナですね。変えるとしたら。エキドナを、一条とか、正月10日ジェニーとか、ライカとか、そのあたりですね、変えるとしたら。金魔もぶち壊れんだわ。コシアさん、女性受けするオセロニア YouTuber おる。どうなんすかね、わかんないっすね。いるんすかね。てか、あんまりそうだよな、女性、そんなにいるんですかね、オセロニアで。なんだっけ、オセロニエンヌっていう言葉はあるんですけど、ただ実際どれくらいの人数いるかはちょっとよくわかんないんで。いや、フェイルノートぶち込まれたわ、それ。やばくね？いや、ゲーボー打って種類揃えるのはありだけどな。いや、ちょっと待って、ここのさ、フェイルノート先輩強すぎない？さすがに一回は受けるけど、でも一回受けたらちょっと終わりなんじゃないかっていう説ありますかね。ホットドギーさん、まんじゅう丸の呼吸1の方、ナイス、それもう基本中の基本ですね、それ。確かに、それは基本中の基本。赤妻さん、そうっすね、まあ若い人が多いですよね、ゲームなんで。会長さん、なぎささんのアエーシェマみたい、僕のですか？アエーシェマ、正直使ったことほぼないっすよ。いや、リュミエット来たけどな、どうかな、これ、ちょっと遅いかな、もはや。もはや、時すでに遅しかなりますけどね。一応、ゲイボパイセンは打ちますけど、シュウさんは、18になると大学生の、男性と。うわ、ペトラはやばい。これは終わったか？これ以上 S は来ることはないとは思うんですが、いや、これはでもとっても厳しい。いや、取ったところで、そうか、フェイルノートのコンボスキル使われるだけか。なんだ、だったら多分ペトラのコンボスキル食らった方がマシかな。まだある程度 HP あるんで。いや、でもきついな、これ。ちょっときつくねえか？まあ、ニルス打って回復入れた方が面白いかな。ワンチャン耐えた時に、リュミエットとコンボスキル使えばもう一回回復ができるんですけど、いや、でも、6000しかないもんな。まあ、周期ぶち込まれて終わりか。なるほど、ボルトヒール飛ばせはしないかな。いや、でも、ペトラのコンボスキル穴取っちゃいけないんで。いや、一応耐えていく。一応耐えていった。一応耐えてはいきましたが、なるほどね。まあ、行きましょうか。さあ、相当音は出てますけど、さすがに飛ばすほどの火力はないんで、うん、回復はしていった。ただ、こちらの HP 3300しかない。ムーザ24歳出たんですか？それはあれだよな。あれ、ちょっとそれは、野獣先輩かな？それもしかしたら。いや、これきつかったな。もうね、強いですけどね。僕どっちかっていうと魔物派なんだよな。シカさん、メルベに村場さん入れるより火力。そうですね、僕もメルベの場合は火力の方が良さそうかな。マフェリーとかだったら村場さんね、強いですけどね。単純に1200の毒ダメージ入るんで。あ、そうかそうか、そもそもあれか、メルベはハデス。そうですね、コンボスキル強いんで。メスタマスターさん、ハロウィンルルディを入れたやつですか？面白そうだな、それ。ワンチャンやってみるか。全然ありですけどね。グレタさん、あ、一回アプリ落としておきます。ただ、なんか割と調子は良さそうであるんで。ルナツさん、S に合わせて A も変える。そうっすね。まあ、それぐらいかな。モモさん、ワンチャン24歳学生になるかな。そうなんですね。マジか。それ、留年っていうことですか、それ。すなわち。で、チャチャマルさんは、村正を、なるほど、バホメット入れてると。まあ、バホメット強いからな。僕結構バホメットめっちゃ評価してるんで。
そうなんですよね。マフィリアね、継続の毒があるんで、その、なんだろう、バーストバリアの2400の部分が強いんですよね。メルベに関しては、まあ、同じく、まあ、継続っちゃ継続なんですけど、そこまで安定した継続のタイプではないんで。さて。なるほどね。ちょっとツイッターないからさすがにニルスは打ちづらいな。モルメさん、サタンは HP の高さとコンボの不発の可能性があるため最近は、そうっすよね。まあ、フェイルノートが来てちょっと増えたように思いますけど、まあ、とはいえ、まあ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 。サタンは抜け気味ではありますよね。やばい、ツイッターが来ねえな。ちょっとツイッター来ないの辛いっすね。ここむずいな。一回ニルスで回復とかもありっちゃありだけど、でものんびりしててもしょうがないか。軽く出すか、普通に。一徳さん、僕も、一徳さんもバフォメット評価してたけど、全然序盤に、あ、そうなんですね。確かにチャージはね、3ターン短めではありますけど、まあ、チャージしないといけないんで。いや、フェイルノートまたぶち込まれたわ。フェイルノートまたぶち込まれまして。そうじろうか。あー、やべ、マジでツイッターこの病気にかかったわ、これ。ちょっとツイッター来ない病気にかかってしまった。ヘビライハンさん、こんばんは。いつもアナウンス。明日テスト最終日なので。あ、なるほど、了解です。頑張ってください。てか、ちょっと、きついな。てか、S ゴマほんと引けねえな。なんで？なんでこんなに S ゴマ引けないんですか？こうですかね。まあ、割と火力回復できてますけど、いやでも耐えたらあるか、耐えるかこれ。1万でしょ、周期ぶち込まれたらアウトか。ダブコンなんすよね。いや、ペトラはダメだわ。それは余裕で飛ばされていく。なんか引きが全然違うな。なんでだろう。そこはね、まだまだ目標で。まあ、目標どうかな、今年どうかな、5000とか行きたいですよね。5000ってどうなんだろう。5000とかいけんのかな。ちょっと狙っていきたいですけどね。なんでね、月下さん、並びに皆さんね、本当にいつも応援、あざます。さあ、じゃあまずは、順当に揃えましょうか。8ターンで最速なんで、なるべくね、効率よく行きたいですよね。飲みかんさん、こんばんは。多分飲みかんさん初コメですかね、あざます。りょうさん、ダイヤモンド C で止まってます。あー、なるほど。ちょっともう、今月というか、もうあと1時間半ぐらいしかないですもんね。ちょっとあれかな。まあでも来月ね、またチャンスありますからね。オッケー。相手ちょっとシェムキリ捨ててきたか。まあとりあえず種類は貯めつつ、まあまあまあ、コンボ確定のラインで1条とか置きたいですよね。1条もコンボスキルめっちゃ強いんで。シューさん、まあ、事故はどうなんですかね。ともるくん抜いてるんで、まあ、最悪 S ゴマパパンと使っちゃってもいいですけどね。とりあえず3種類とかあれば、1条4000は出ないから3600ぐらいは出るんで。ラクさん、今月はギリ。なるほど。お、でも250かなり強いですね。さあ、OK、順当に種類貯めていく。森森さんもこんばんは。いつもなんで。そうですね。目標はでかくいくか。じゃあ、今年中に5000人目指しちゃおうかな。チャンネル通り。ちょっと調子乗りすぎっすかね。ちょっと調子に乗りすぎな感じもしますけど、5000人も今日に行くか。グレタさんこんばんは。いつもあざます。のんべえさんもこんばんは。いつもあざます。今日やっと、ダイヤに行きました。おめでとうございます。のんべえさん。ついにダイヤモンド、マスターに到達していった。それをね、維持できればね、しっかりとね、実力もね、それに伴って、ガシガシと来ると思うんで、さて、まあ、ここは、まあ、掃除6か。サバさんこんばんは。いつもあざます。74% バーストデッキ。なんすかそれ。74% バーストデッキとは。まつりさんこんばんは。ベルさんもこんばんは。いつもあざます。つくしんぼさん、今年1000万に行って、ちょっとどういうこと。ヒカキンさんですらね、10年かかりましたからね。さすがに厳しいかな。さて、ここはどうしようかな。とりあえず全部種類を貯めたいですね。相手にトゥールがちょっとぶち込まれてしまったんで、それが非常に、怖くはあるんですが、オッケーオッケー。まあ、次は1条使っていいかな。相手 S5 残り2枚か。
グレタ、マジですか、あざます。いつもね、本当にグレタさん、応援並びね、あの動画配信、あるいは動画、見てくださり、あざます。最低フェイルノートぶち込まれていく。これはちょっと厳しくなってきたぞ。ちょっとせめてゲイボルグ、欲しいか。ダブコンはもう確定しちゃってますからね。まあ、一条置くか。いや、待って、一条置いて、どうすんのこれ。一条置いてどうするかと申しますと、回復とかもちょっとしたいけど、さすがにだな。いや、ちょっと一枚駒は消すか。結局 A の3に行っても、まあ、こっちの E の、あの4に行っても、まあ、ダブコンは食らってしまうんで、せめて相手の召喚したフェイルノートの、あのやつ、一枚は消しますか。ペトラぶち込めていく。さあ、エース5枚4発撃たれていった。これは相当厳しいぞ。つくしんぼさん、なぎささんが顔出しすれば、マジっすか、それ、ありますかね、それ。マジか。